皆さんどうもこんにちは、キャキュメです。本日もイラプリ2021やっていきたいなと思います。本日はですね、2月22日からできたアタランタクラブセレクションレビューマ企画やっていきたいなと思っております。こちらのガチャはですね、安定感はすごくあるし、まあ結構ですね、ライブアップデート次第でチャンスはありそうな選手が多いんですけど、まあ無課金で絶対引けてないんではないかなってイメージですかね。まあこの動画も見て引くかどうか判断していただきたいなと思っております。ということで、いつも通りですね、僕の独断点検ではあるんですけど、 S から C までの評価つけていきたいなと思います。あくまでゲーム内での評価って乗り換えしていただいた上で、よかったら最後までご覧ください。では行きましょう。レッツゴー。はい、まずはですね、微評価、ハンス・ハテブル選手ですね。この選手はですね、クロスアートという圧倒的な特徴がありますので、それこそ若ベッカムとか最近出たベルファウスとか、このあたりの選手を持ってるかどうかで評価大きく変わるんじゃないかなと思っております。まあ他にですね、優秀なクロスアートあまり持ってなければ、かなり当たりの選手だと思ってますね。はい、能力値もですね、いい感じに強化されていて、足元やパス、スピードを中心に、フィジコンなんかも88ありますので、このあたりかなり頼もしいですよね。まあただスキルがちょっと物足りないかなと思ってて、まあクロスアート生かしたサイドハーフとかの費用がメインになると思うんですけど、であれば、ワンパスルパダブルタッチ。このあたりのスキルは何か欲しかったかなって感じですかね。はい、で、以前のハテブルと比較すると、はい、金玉から黒玉になり、スタミナ中心に全体が上がってますので、これは乗り換え安定でいいんじゃないかなと思います。ということで、次行きましょう。はい、次はですね、マリノフスキ選手ですね。はい、ボールキープ5上がりのトップ強化で、足元やパスの安定感プラス、このキック力ね、99カンストが大きな特徴ですよね。はい、スキルでライジングやシュート系が豊富なので、これ結構えげつないミドルぶち込めるんじゃないかなと思っております。まあ、ただね、95の数値がフリーキック系とキック力だけな点だったりとか、特にですね、スピード瞬発やオフェンスですが、もうあと一声欲しかったところでありますので、はい、今回は B 評価にさせていただきました。はい、以前のマリノフスキと比較すると、今回はですね、得点能力が爆上がりしてるんですけど、前回はですね、週間でワンパスルパピンポイントクロスという極上のスキル追加があったりとか、能力面も負けてるとこありますので、これはさすがに乗り換えなしでいいかなって感じですかね。はい、ということで次行きましょう。はい、ここからは A 評価、まずはフロイラー選手ですね。はい、守備的な数値が特徴の B2B で、まあ能力面もそうなんですけど、チェイシングやインターセプトなど守備系スキルもありますので、このあたり優秀なのと、あとはですね、結構 B2B だと低くなりがちなスピードやフィジカルも含めて全体バランスがいいのも特徴ですよね。はい、ワンパもあって、コンワン6、スタミナも97と、まあスタミナ消費の激しい中盤としては非常に頼もしい数値なので、このあたりも含めて考えるとシンプルに優秀な中盤だなって思いましたね。まあスキル追加でスルパとかダブルタッチとかつけられれば、十分ライブアップデートいい時のガチスカあるんじゃないかなと思います。ということで次行きましょう。はい、ここからですね、センターバック2人の紹介なんですけど、まずはジムシティ選手ですね。はい、ジムシティって聞くたびにゲームのシムシティを思い出すんですけど、珍しいアルバニア出身の選手で、グラッパプラス7のトップ強化で、全体のですね、バランスがいいセンターバックですよね。まあ、ボディコンやですね、瞬発がもうちょっとあればより良かったんですけど、まあ、ディフェンス能力はオール90超えてますし、フィジコンはですね、95の大台突破ということで、まあ、大きな欠点はないんじゃないかなと思っております。まあ、こういう選手が結構アタランタ多いんですけど、まあ、飛び抜けて高い数値があるわけではないんですけど、まあ、センターバックだけじゃなくて、両サイドバックもできたりとか、この辺りのユーティリティ性もありますので、とりあえず当たったらレベマにしておいて、ライブアップデートいい時は十分チャンスあるんじゃないかなと思います。ということで次行きましょう。はい、次はですね、クリスティアン・ロメロ選手ですね。まあ正直センターバックだったらこちらの選手の方が当たりだと思ってるんですけど、はい、強化幅非常にいい感じで、今回ですね、アグレッシブネス99カンストにジャンプフィジコンも95乗るなど、大台突破した数値が多めですよね。まあボディコンなんかも80乗ってますし、スピード瞬発も普通にありますので、欠点がなく、こちらも安定感があるセンターバックなのかなと思っております。僕がですね、最近めっちゃ見てるシュートさんがベタ褒めしてましたので、当たった方はですね、ぜひ使ってみていただきたいなと思っております。まあレート1700ありますし、彼が言うなら間違いないんじゃないかなって僕は思ってますかね。まあただスキルでですね、マンマークやインターセプトがありませんので、まあこの辺りあえてないのを選ぶ方はいいと思うんですけど、まあどちらかはスキル追加したいかなってイメージですかね。はい、で以前のロメロと比較すると、これは難問来ましたね。全体的な能力なら今回なんですけど、前回は習慣なので要所でやっぱ高い数値があるのと、マンマークインターセプトの追加があったんですよね。いや、僕的にはこれ結構でかいと思ってますので、僕だったら乗り換えはしないですかね。まあただここはですね、スキルの重要視次第なので、乗り換えちゃうっていうのも全然ありかなとは思いますかね。はい、ということで次行きましょう。はい、ここからですね、 A プラ評価、まずはサパタ選手ですね。はい、サパタもですね、クリバリ同様投票 FP で出てますので、そこで当ててる方にとっては残念枠になってしまうのかなと思っております。まあただ当ててなければ十分大当たりかなと思ってて、貴重なですね、スーパーサブボックスストライカーで、通常状態でも99カンストのフィジカルにスピードもですね、90乗ってるのが強いですよね。まあ得点能力も普通にありますし、まあスーパーサブなくても全然悪くない数値なんですよね。まあスパサブ乗ればかなりえぐいことに
になりますので、ぜひですねチェレフチェンコのトップだったりとか、まあ2トップでねライブレの相方としても使えると思いますので、そのあたりで起用してみてください。まあスキル追加アークは待ってますので、ここにですねワンパとかスルパつけられるとより強いサパタできるんじゃないかなと思っております。でこれですね、以前 A プラ評価にしたスパサブボックスストライカーアラリオとの比較なんですけど、やっぱりですねボックスストライカーの中でもこのフィジカルがありながらスピード瞬発がこれだけありますので、このゴリゴリ感っていうのがサパタの魅力ですよね。まあその代わりですね足元系はアラリオの方が強かったりもするんですけど、まあやっぱ優秀なんじゃないかなと思っております。まあただこれ見てるとワンパとかつけられればやっぱいいなっていうのは思いますかね。はい、で以前のサパタと比較すると、これはちょっと厳しいですかね。まあ前回の CS よりも能力微妙なので、まあどちらからも乗り換えはしなくていいんじゃないかなと思います。ということで次行きましょう。はい、次はですね A プラ評価ゴセンス選手ですね。はい、サパタがですね投票で出てること考えると、イリチッチとゴセンス、この2人を欲しいと思ってる方結構多いんじゃないかなと思っております。まあ2列目としてはですね圧倒的なバランス感で、オフェンスセンスからアグレッシブネスまで75以下の数値が一つもなく、スピードもですね95超えてるかと思えば、フィジコンも88いってるなど抜け目ない能力値なんですよね。まあ中盤として課題になりがちなスタミナも96ありますので、この安定感ってやっぱ魅力的だなって思いましたね。まあスキルでですね低弾道やピンポイントクロスありますので、個人的にはサイドハーフでの起用っていうのが結構刺さりそうだなと思ってるんですけど、まあ守備系スキルなんかも考えると、無印のサイドバックなんかも結構面白いんじゃないかなと思っております。まあこのあたりのユーティリティ性も含めて、このガチャの中だと上位のあたりなんじゃないかなと思っております。あとはですねスキル追加枠がありますので、ここにですねパス系だったりとかダブルタッチかな、このあたりがつけられるとまた強くなるんじゃないかなと思っております。で以前のゴセンスと比較すると、これはですね乗り換え安定ですかね。はい、全体的にしっかり上がってますので乗り換えちゃってください。ということで次行きましょう。はい、本日最後はですねイリチッチ選手ですね。中型アップデートでコンディション安定度下がってましたので結構迷ったんですけど、やっぱり能力値は非常に優秀なので今回 A プラ評価にさせていただきました。今回オフェンスセンスがプラス4されて94まで上がってきたのもすごくグッドポイントですよね。でイリチッチはですね超大型の2列目なんですけど、その割にはですね足元の数値がめっちゃ高いですし、得点能力やパスも鬼なので、まあ何でもできる万能2列目なんですよね。でしかもですねフィジコン88にボリコン81ありますので、2列目屈指の体の強さっていうのも一つ大きな特徴なのかなと思っております。まあその反面ですねスピード瞬発やスタミナは若干低めということで、まあ基本的には交代前提での起用にはなるのかなと思っております。であとはですねスキル面も普通にいいですよね。はい、ダブルタッチ確定のシュート系やスルーパスもありますので、まあ問題なくやれますし、ここにですね適性の広さだったりとか逆足系の優秀さもありますので、まあコンアン4っていうのは確かに痛すぎるんですけど、トータルかなり魅力的なので、はい、今回は A プラ評価にさせていただきました。で2列目からの飛び出しで比較すると、このメンツの中でもですねオフェンスセンスから決定力まで非常に高いですし、特にですね決定力とオフェンスセンスがともに90乗ってるのは、まあクライフとイリチッチぐらいなので、このあたりすごくいいですよね。であとやっぱりねフィジカル面なんかも非常に優秀なんですけど、スピードはちょっと見劣りする形ですね。はい、でレジェンドクライフとですねがっつり比較もしてみたんですけど、実はですね得点能力や足元はクライフ以上のものがあったりとか、まあスルーパスやダブルタッチも大きな差別化要素になってますので、こう見るとやっぱイリチッチ優秀ですよね。まあただスピード瞬発だったりとかボリコンあたりはやっぱりかなり差がありますので、ここはちょっと気になりますかね。はい、で以前のイリチッチと比較すると、やっぱりねこのコンディション程度悲しすぎて涙出てくるんですよね。はい、なのでこれは乗り換えなしでいいんじゃないかなと思っております。なのでこう見ると週間でイリチッチ当ててたりとか、まあ投票でサパタ当ててる方に関してはやっぱり当たり枠一つ減ってしまいますので、どっちか持ってるだけでもこのガチャ引かなくてもいいのかなっていうのは思ってしまいましたね。はい、ということで今回以上でアタランタCS終わっていきたいなと思っております。まあまあまあ迷ってる方のね一つ参考になったらすごく嬉しいなと思っております。いいな、面白いなと思ったらぜひ高評価チャンネル登録で応援してください。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。本日も動画見ていただきありがとうございました。本日の選手のクイズはこちらになります。ぜひ予想していただいて、この後のエンディングに答えてもそれ確認してみてください。登録者50万人記念企画いくつか考えてますので楽しみにしておいてください。バイバイ。